출발 출발. 부산 から 始まって、まあ、ソウルまでの旅なんだけど、自分が今まで韓国で経験してきたあの旅のルートみたいなものが포항울진삼척강릉이렇게꼼꼼하게동해안을거치면서우리나라의아름다운풍광을담은영화를처음찍어보는데로드무비의매력이었던것같고진짜그장소에서찍었기때문에더리얼리티가살았던것같고장소별로다묘미가있었던것같아요가서직접보고그공간에서약간공기를느끼시더라고요その建物が持ってる積み重ねられた時間みたいなものをちゃんと作品の中に反映させるっていうのが大事です。축구공이애들차고놀면벽에막그자국이남잖아요。이런것들이모여서감독님영화디테일이나오는구나。ちゃんとそこで暮らしている人たちが見ている風景の中で人物を撮る、それを心がけましたし。기술적인부분보다는ナビとあんまりなる。あの、そうも、飛びました。ちょっと。자연스럽게인물에초점을둔자연광을이용해서되도록이면찍으려고노력을했어요오랜만에다시필름카메라로찍는느낌이들었어요그간단한음들의조합굉장히공간이많은여백이많은음악들이렇게섬세하게음을배치해야됐던작업은아마처음이었던것같습니다彼の音楽が入ることで格段にこの映画が何つってんだろう質を上げたっていう感じがする가족이란어떤것일까또한번쯤생각해보게되는많은분들이좋아할저도너무나기대가되는작품입니다즐겁게봐주시면좋겠습니다많이기대해주십시오